最強を目指し日々バトルに明け暮れる忍者たち。バトルは最大8人で行われ、ポイントを一番稼いだ忍者が勝利となる。ステージを縦横無尽に駆け巡り、高低差を生かしたスピーディーなバトルが展開される。ここで勝つためのポイントを2つ紹介しよう。1つ目は忍者ガム。忍者ガムを噛めば高速で移動できたり、変身して気配を消したり、さまざまな忍術が使える。ガム忍術をうまく使ってバトルを有利に進めろ。2つ目は武器選び。一撃が重いハンマーや手数重視の刀、トリッキーな攻撃のヨーヨーなど、準備段階からバトルは始まっている。さらに4対4のチーム戦も収録。バトルロイヤルにはない協力プレイが楽しめる。仲間との連携が勝利への鍵だ。ハイスピードバトルを制して最強の忍者を目指せ。忍者らは基本プレイ無料で5月28日配信。